ルパン三世一血の刻印永遠のマーメイドは、モンキーパンチ原作のアニメ、ルパン三世の TB スペシャルシリーズ第22作で、アニメ化40周年記念作品。2011年12月2日に日本テレビ系の金曜特別、ロードショーにて放送された。視聴率は14.0%。ソフト作品は、DVD とブルーレイディスク版で2012年2月22日に、 発売された。BD での発売は本作が初めてである。不老不死伝説がある八百美国伝説をモチーフとした作品であり、2007年のルパン三世イギリのエリューシブ以来、4年ぶりに日本が舞台となっている。本作では大掛かりな主要キャスト変更が行われ、石川ごえもん、峰藤子、銭形警部がそれぞれ並川大輔沢白みゆき、 山寺孝一に交代した。主要キャストの変更は、1995年に山田康夫の死去に伴い、栗田寛一がルパン三世になって以来である。交代にあたっては1年以上にわたるオーディションが行われ、栗田の例のように先代のモノマネも含まれていた。テレビ作品としては、シリーズ初の完全ハイビジョン制作となった。創作画監督、キャラクターデザインに、 世界名作劇場、隣のトトロの作画監督やスタジオジブリアニメの原画などで知られる佐藤義春を迎え、キャラクターデザインも宮崎駿が監督した劇場版、ルパン三世カリオストロの城に近くなっている。制作も、トムスジ社ではなく、カリオストロの城や、TB スペシャル第19作、霧のエリューシブと同じく、 トムス主会社のテレコムアニメーションフィルムが担当している。音響監督は前年度に降板した加藤里氏に代わって清水博文が以降の作品を担当している。本作ではルパンは赤ジャケットの下に今までのテレビスペシャルにおいて着用していた青色系のワイシャツは本作では黒色に変更されておりジャケット、ズボン、ネクタイは変更されていない。次元 ゴエモンはそれぞれ t v 第2シリーズ、t v 第1シリーズとほぼ同じ衣装デザインとなっている。ゼニガタケーブは t v 第2シリーズと同様の衣装デザインである。双馬車から出版されているルパン三世オフィシャルマガジン12カ号と12秋号に早川直也によるコミカライズ版が掲載された。ルパン三世はミネ・フジコと日本の暗黒街の顔役。 東道正恵の作望により、日本のとある闇オークションに出品された人魚の鱗を盗み出す。ところがそのオークション会場の控え室では、客の一人で医療機器メーカーの若き社長、教室が東道とその秘書、ミサを殺害していた。今回の一件は東道を誘い出すため、氷室が仕組んだものであり、ルパンもまた盗み出した人魚の鱗が偽物だと気づく。 不子と合流したルパンは彼女から今回の狙いは人魚の肉を食べて不老不死になったという伝説が残る八百美国の財宝であることを教えられる。また一方でルパンは盗みの際に出会った少女マキに弟子入りを懇願され煙に巻く。八百美国財宝を示すとされる古文書の文言からお宝を手に入れるには二つの鱗が必要であり本物の 人魚の鱗以外に必要な流隕石をルパンは殺走と盗み出す。そして本物の人魚の鱗はヒムロが所有していること、また彼の正体はバイオ関連の国際的な武器商人だとわかる。そこでルパンはヒムロのオフィスに次元とゴエモンはヒムロの和風の豪邸に潜入することを決める。ルパンは同じく潜入していた末期と再会し、成り行きから共に 本物の人魚の鱗を盗み出す。一方、氷室の自宅に潜入中の次元とゴエモンはそこで、軟禁状態にある若い女性を発見する。彼女こそ、冒頭で殺されたはずのミサであったが、実は彼女はどんな傷を受けても瞬時に回復する不死のような得意体質の持ち主であった。そこまで分かったところで、次元とゴエモンは、氷室の用心棒、影浦に襲われて退散する。 アジトにて、ルパン一味が情報のすり合わせをする中で、マキは自分の目的が彼女が育った児童養護施設で姉のように慕ったミサを助け出すことだと明かす。そして、ルパンは財宝を手に入れるためには鱗以外に人形くらい死者にあたるミサが必要だと気づき、マキに彼女の身柄をヒムロから盗み出すことを宣言する。 一方の氷室はミサを八百ビクニの子孫だとして、その得意体質を知っており、また、不老不死をもたらす活性細胞が真の狙いであった。しかし、現状のミサの体は不完全な活性細胞であり、彼女の血を輸血しても対象者は死んでしまい、本物の八百ビクニの体が必要であった。その中でフ子は、 財宝のため今度は氷室にすり寄り、手土産としてルパンが盗み出した鱗を持っていく。しかし、それを見越していたルパンに偽物にすり替えられており、氷室にもばれ、見限られる。表室の部下に狙われる中で、藤子は脱走したミサを連れて逃げ出すことに成功する。一方で、藤子を怪しんで追跡していたマキが氷室に、捕まってしまう。二枚の鱗から、財宝の隠し場所は、 日本海のことを、海なり島だと判明し、ルパンは島へと向かう。表室も、また部下を率いて、島に向かい、ルパンと犯罪が判明して逮捕状が出たヒムロを、逮捕するため、ゼニガタ警部も警官隊を率いて、島に向かう。その中で、ゼニガタは、部下より、かつて、ルパン三世の祖父、ルパン一世も二枚の鱗を盗んだことがあったと、伝えられる。実はルパンも、 かつて祖父が八百尾国の財宝を狙ったこと、そして最終的に諦めたことを知っており、盗まなかったのか、盗めなかったのか真相を知りたがっていた。ルパンたちは財宝がある洞窟の入り口、死の門に到着するが、そこに、薪を人質に取った、ヒムロラが現れる。死の門は、不死者の身が通過できるよう命の危険がある罠が仕掛けられており、教室はルパンに解くように命じる。 ルパンが罠を解除し、ミサの地が最後の門を開けると、洞窟の奥には自ら精神を封印した八百、ビクニの体が安置されていた。八百ビクニの不老不死の肉体こそが、財宝の正体であった。なおも、薪を人質に取るヒムロが有利であったものの、別ルートから部屋に入ってきた全二型によって、形勢逆転し、表室は銃の暴発で致命傷を負う。 しかし、即座に、特殊な器具で800ビクニの血液を自分に輸血すると、体が膨張し、不老不死の肉体となり、再びルパンたちを追い詰める。一方、800ビクニの肉体から血が抜かれたことで最後の罠が発動し、島の地下の溶岩体が活性化して、マグマが湧き始める。最終的に理性すら失ったヒムロを、五右衛門が首を跳ね、 ルパンと次元が銃弾を打ち込み、マグマに落として勝利する。そして八百美国の魂が入り込んで洞窟の奥へと向かったミサをルパンが追う。そこでルパンは祖父の手記を発見し、彼が八百美国に一目惚れし、諦めたことを知る。実は八百美国の方も、ルパン一世に惚れており、ルパン三世を彼と同一視し,し、感謝の言葉を述べると、人魚の封印を解いて成仏する。 マキへの約束通り、ルパンはミサを助け出す。崩壊する島から、ルパン一味はボートで逃亡し、それをゼニ型が追う。救命ボートに保護されたマキとミサは、ミサの手のひらの傷が消えず、不老不死の封印が解けたことに気づく。普通の体に慣れたことを喜ぶミサは、泥棒さんのおかげだと述べ、二人はルパンに感謝し、喜び合う。ありがとうございます。